皆さんどうもごきげんよう。今日もバリバリ襟立ってます、レイです。今日はね、まだじゃがいも掘り婚活パーティーにまだね参加してないので、その結果の報告というのが、次回の動画で予定してたんですけども、またちょうどね時間がありますので、今までちょっと行ったパーティーで、まあいい思いをしたとか嫌な思いをしたっていうか、まあひどいパーティーだったよとかっていうのをちょっとちょいちょい、間に挟みながら、これからもなんか動画をちょっと上げていけたらなって思っております。で早速なんですけど、まあねほぼね、いい思いしたパーティーなんかほぼないので、実際に自分が行って体験した、まあ、ひどいパーティーを、まあ、語っていく感じになっていくと思います。で早速、まあ、1年半ぐらい前か、まだねそんなにこう頻繁に婚活パーティー参加しない頃、本当に年にあの頃何年なんだろうね、1年に本当数回ぐらいしか行ってない感じで、2年前なのかな話が、友達とたまたま埼玉の慶氏に開かれた、まあ某ね、川越じゃないよ、慶氏の方で開かれた婚活パーティーで30代40代参加資格っていうのがありまして、駅の近くのビジネスホテルで開催されるということで、まあ、10分前ぐらいにねプロフィールシートとか書く時間がありますので、開催の時間の10分前に入って友達とプロフィールシート書いてました。で10分前なのにちょっと女性がね一人しかいなくて、なんか嫌な予感するなみたいな感じだったんですけど、でパーティー主催の会社の女性スタッフの方から、今は男性6名で1人ちょっと遅刻してますと。で女性の方が今1人おりますけれども、2人、まあ、1人が遅刻をしているようですと、遅れてると。で1人がキャンセルの電話がありましたという報告があり、もうね5分前ぐらいになってて、これでこの状態で、女性1人みたいになった、ね、ちょっとね怪しい感じはしたんだけれど、で実際遅刻してる女性も、まあ、結構来なくて、キャンセルした女性なんかはもちろん来ないから、結局男性6人で遅れてきた人1人含めて男性7人合計7人で女性1人という形でなんか開催時間を迎えてしまったわけなんですよ。で普通だったらねこれ7対1だよね、これおかしいよねもう完全に、ね開催しねえだろうと、思っていたんですが、なんとそのパーティー主催の会社の女性スタッフは、ではパーティーを始めますという声をかけました。号令をね。いやいや、待てよと。これで始めるのかよと。心の中の声がね、あまりのびっくりした、ね、もうこの感情が出てしまって、思わず言ってしまいました。やんのかよと。で本当にやりやがって。ね、普通だったらね、これモラルが問われるよね、これね。企業としてね、どうなのこれっていうね。で、まあ、どんな感じでね、始まったかっていうと、まあ、このようなね、形で、女性が一人席について、男性がこちらの方で待機しながら、一人ずつ、まあ、3分だか5分だかね、話しに行くと。それを2周ぐらい、やって、でまあ、結果をどうぞという形になるんですけども、これで何せいちゅんだと、で一番かわいそうだったのがこの参加した女性がね本当気の毒だったんですよ、ね、順番が回ってきて席に着いた時に、私なんかですいませんって言ったんですよ、確か30代でバツイチで、小学生の子供がいる、シングルマザーの方だったんですけどもね、まあ状況はね、そんな関係ないんで、家庭の事情とかね、関係ないんですが、このね、女性にこう、嫌な思いをさせてまで、パーティーを開くというね、まあもちろんね、男性もね、金5000円ぐらい払ってるんで、で、ね、そ
それは貴重な時間とね、暇な人もいるかもしれないですけども、やっぱり人がそれだけ動くってこと、その時間割いてくるわけなんで、貴重な時間割いて、しかもお金をね、5000円ね、一人握りしめてきてるわけですよ。で今日はね、どんな女性と会うのかなとか、ね、カップルになれたらこうハッピーになれるのかなとかっていう期待をしてきてるわけじゃないですか。それをね、ことごとくね、踏みにじるというかね、裏切るというね、まあ、業者の名前は言えないですけど、言わないですけど、まあ自分はね、もちろんその業者の主催しているパーティーはもう行ってないので、ね、これはね、でもね、どうなると、本当に。本当、やるかね、これと。いくらね、お金儲けで、なんつうんだろうね、人集めて、まあせっかく来たからやっちまおうっていうのもわかるけれども、その客の要求に対してちゃんと応えられてないっていうね。これ客商売として本当失格だと思うんでね。こんなのがまかり通っちゃったらもう何でもありになっちゃうんで、もう女性、ね、本当一人対男性5、6人のパーティーなんかいっぱいできちゃうわけじゃないですか。そんなの、でもね、今ネットの時代だから、もちろんこんなもんはね、すぐに伝わるし、口コミでも広がって、そのパーティーなんかは参加多分ねしなくなると思うんで、この動画を見ている中にそのパーティーを主催している会社の方、経営者、従業員の方がいるんであれば、お前本当に、ね、いい加減にしろよと、もうね、こういう事実はねちゃんとね隠さないで、俺は動画でちゃんとね配信していくから、もうね、そういう悪徳なパーティーを主催する会社っていうのは許せないね。モラルに反するからね。やっぱりね、どんな仕事でも、ね、顧客満足度とかっていうのもあるわけじゃないですか。人に買ってもらったりして、お金が動いて初めて企業っていうのは循環するので、ね、そんな詐欺まがいのことをしてまで、ね、そんな、だってパーティー一回主催したって数万円でしょ？そんなのをケチるがあまりに、人の評判を踏みにじって、先のことをね、これから継続ね、会社がしていくわけで、それを踏みにじっていくとね、もうね、なんだろうね、もうね、まあ思い出しただけでもね、ちょっと腹が立ってくるんだけど、まあ、自分の中では嫌なことはね、すぐね、忘れる主義なんで、まあ、たまたまね、こういった動画を配信していこうと思った時に、まあ、真っ先にこの話をね、したいなと思って、こういうことがあると、本当に、なんていうんですかね、パーティーにあんまりこの嫌悪感を持ってしまうの人が多くなるし、もともとそのいい印象もない人たちも、なんだよそんな状況があるのかよと、もう行きたくねえよっていうね、ことにもつながりますんで、やっぱりパーティーにね、主催してる会社の人とかスタッフの、ね、人間がもしこの動画を見てるんであれば、もうね、本当にね、戒めとしてね、ちょっとね、よく考えて、これから運営してってください。で、我々もそんなね、安いお金じゃないの で、時間も割いてわざわざね仕事休みの時とか行ってるので、まあ淡い期待をね、抱えながら、楽しみにして来てるわけなんで、そういう気持ちをね、本当踏みにじらないでほしい、で一番何よりね、このね参加したね女性が一番気の毒だったので、この人に罪はないので、主催してるね、バカな、主催会社は悪いので、本当にね、もうね、やめていただきたいし、早く潰れていただきたい、そういうところ、まあね、批判ばっかりの動画になっちゃったんだけど、でもこれ本当に事実でね、起きたんで、まあその場でね、頭切ってね、帰っちゃえばよかったんだろうけど、なんとなくこう、あまりにもあっけに取られて、抵抗ができなくて、そのまま参加費払っちゃったみたいなね。払っちゃったじゃねえ。先にもうね、払わされてるから。ね、まあ、返せなんて言われね、あんまり言うのもね、どうかなっていうのもあったんで。で、その後ね、割引券みたいなのを残したんですけど、これがね、またせこい。すごいせこい。割引券、確かね、500円割引だったかな、お前。せめてね、次回無料とかやれと。まあね、どうせそんなところを行かないけれども、せめてもの気持ち、100歩譲って、そんな500円の割引券よりも、次回無料券とかやった方が、多分またね、あ、この時集まんなかったんだな、しょうがないなっていうことで、で、リピーターが来てくれる。
ね、と思うので、まあそいつバカだなと、思いましたね本当に。だまあ行ってね見ないとわからないっていうところもあるんですが、また今度ねこういう同じようなことがあるんであれば、自分はもうね業者の名前公表していこうと思います。もう許せない。そういうのね怒りでね、ちょっと締めることになっちゃいましたけれども、ぜひあのパーティーを主催している会社の方スタッフの方が見てたら、楽しい、夢のある、企画を、我々に提供してください、よろしくお願いします。今日は以上です。じゃあね。